はい、えー、今回はですね、月収100万円1年以内の作り方の講義をお送りしちゃおうと思います。まあこんな格好ですけども、あ話す内容っていうのはね、本当にその通り、いい本質をついているものばかりなんで、しっかり聞いていただいて、実践していただければ、あ月収100万は、あそのね、無理な話ではないと思います。まあ何よりもね、私が何回もやってきたことと、何回も熟成さんにやらしてきたこと、この実績をもとにお話し,しますので、しかも最新版にね、カスタマイズしてお話し,しますので、えー、もしね、 えー、なんか、情報商材を探したりとか、稼ぐ方法をあちこち探してるんでしたら、まずは私のこの話をね、えー、20分ほどになると思いますけども、聞いていただいた上でやっていただければいいんじゃないかなと思います。もう私はね、この動画に対して費用を取るみたいなことは話はしませんので、ただ、やっぱりね、有料で売ってる情報よりは <laughs>、実践も伴っていて、えー、まあ、真実味を帯びてるんじゃないかなと思います。まあ、自分で言うのもね、ちょっと恥ずかしいんですけどもね、えー、まあ、あの、包み隠さずお話します。えー、まずはね、 株式会社と合同会社の違いなんですけども、これはね、ほとんど変わらないです。で、合同会社の方が設立費用が安かったりとか、縛りがなかったりとかして、いや、いいと思いますよ。合同会社とか。小さくやるんだったら合同会社、その通りだと思います。ただですね、どっちも似たようなもんなんだったら、私は株式会社をやりますよね。費用もそんなに何十万も違うわけではないんですよ。で、えー、後々の,のことを考えて、フェーズが大きくなったことを考えると、株式会社をね、 3期5期7期10期とやるのと合同会社が長いのと残念ながら日本において合同会社の信用はありません、えー、これはね人の気持ちです実質的には信用を失うようなものそんな形態ではないんですけども人のこれ思い込みなんですけども株式会社ならちゃんとやってる合同会社はなんとなく危なっかしいっていうふうに思ってる方が多いのかこれ実情ですんで、えー、もしね合同会社でもね別にそんなに顧客を増やさないんでいいんだとかね 合同会社ってものを立てて、その中で別に集客とか成立するわけではなくて、まあ、投資事業をするんだってことだったら、特に問題ないです。まあ、だから私なんて株式会社じゃなくて、合同会社でもよかったなんですよね。でも、私はあの店舗の方から始めましたんで、やっぱり株式会社からスタートしちゃったんですよ。ただやっぱりね、今、株式会社っていうものを7期、8期とやってきて良かったなと思います。それは株式会社ってのはやっぱりね、日本の制度にものすごく合ってますよ。 保護されたものになってると思いますしいろんなね得点が使えます まあですんで、まああのー、スパッとね、一刀両断に言うことはできないんですけども、合同会社を選んじゃうっていうのは、本当、禁止眼的なものの考え方だなと、私の評価ではそうなるんですよね。もちろん運用の仕方にもよるんで、合同会社で立派な会社作っていくこともできますけども、ただ、同じ力量でやっていくんだったら、株式会社に乗っかった方が、これは進みやすいっていうのがね、正直な気持ちですよね。いろいろこう比較した時に、起業する時に、 ちょっとの費用の差で合同会社を選んじゃうとそれはなんかビジネス的にはね、うん、うまくいかないんじゃないかなって、まあ、気がしますねちょっとこれあんまりねそうだとも言えないんですけども最初のね株式会社作るのに設立費用が30万前後年間費用が30万ぐらいのものと合同会社は確かに10万円くらいでできちゃうんですよ。でも でもその最初の20万の差ってそんな大事かなとか思っちゃいますよねむしろその20万を気にしてスタートをどうこうしようって思うんだったらあんまり大きくはならないんじゃないかなとだから年賞1000万前後取っていくんだったらもうね株式会社じゃないかなと思いますよねだから合同会社ってのはうーん,なんかね練習でやってみるみたいなものかなと思いますけどもねまあでも実績には本当どっちも一緒なんですよどっちも一緒まとめますけども あの合同会社の名称を渡されるのと株式会社の名称を渡されるのどっちにより信頼を置くかっていうのはこれ株式会社の方が残念ながら日本はね日本は大きいんですよ。 アメリカは合同会社がやっぱり 40%50% 占めてるっていうふうにねリサーチしたことがありますけどもアメリカの場合だと合同会社にも抵抗ががなないような文化ができてます、うん、でもそのアメリカはそうだから日本でもそうなんだってことではないですし日本もいずれね合同会社の偏見はなくなると思いますけども今はまだ合同会社と株式会社はっきり言って、えー、大きな偏見がありますんで。 えー、まあその点だけをねもう一度考えてどっちにしようかなってことかなと思いますまあ私がやるんだったら私はいくつもね20個以上の会社作ってきましたけども合同会社って選択肢もあったのに、まあ、潰した会社もね込みで1年以内に潰した会社も込みで、えー、全て100%株式会社ですねはい次月収100万円なんですけども月収100万の取り方っていうのはあそんなにね実は難しくないんですよそれは何で難しくないかって言えると言うかっていうと 商品の単価が1万円のものを売って月収100万は確かにきついですよ特に1万円のもののあらりっていう問題もありますんでねあらり50%のモンスター商品をものすごく超あらり商品を作っても200人に毎月売らないと月収100万っていかないんですよねでも実際そこから税の控除がありますんでもっと減りますからでそう考えていくと私はですね単価20万とか30万のものを毎月56人に売っていくっていうペースを設定するのが よろしいいかと思いますそしてその前提としていきなり20万30万のものは売りませんので20万とか30万のものを買っていただくような人をどうやって集めていくかなっていうために商品を売るっていうフェーズがあるんですよね低価格の商品とか無料の商品を受け取ってくださった方っていうのは20万30万を購入する可能性もかなり高いってことこれをねよく覚えておいてください無料のものとか低価格の数千円のものすら買わない人に20万30万のセールスは無駄です うん、ですんでまずは低価格のものもしくは無料のものでどんだけの方がね買ってくれるぐらいの私に対して自分に対しての信頼関係を持ってくださってるかなっていうふうに考えるのが、まあ、一つなんですよ。まあそういう意味で言うとね速可塾っていうのは頭金3万円で30年ローンで買えますんではっきり言って今ね1000人ぐらいの1000人以上のね塾生さんいらっしゃいます最低でも3万円払ってる人ばっかりなんですよ。ということはもう皆さんがね30万40万 っていう商品、場合によっては50万100万みたいな商品を私の紹介とか私の動画で買う可能性がある方が1000人いるってことなんですよ。まあ、ですんでね私がセールスをかけたら売れますよ多分 <laughs> この1000人の方の中で多分ね100人ぐらいは買うと思いますよ30万のもの売ってもそしたら私は3000万円売る潜在力をいつも持ってるってことになるんですよ。 まあまあ別に商品売らないですけどね、私はもうずっと無料で提供することにしましたんで <laughs>、あの、特にね、天変地異でも起きない限りは私は商品を売ろうかなって気にはならないですけどね。まあ、あの、いろいろ言いましたけども、月収100万円っていうのは、いくらの単価のものを売るんですかって決めていけば、そんなに難しくはありません。えそして、高い単価のものを売ろうと思ったら、安い単価のものをね、手に取っていただくっていう、第一フェーズが必要になってきます。そのことをこれからお話しします。 はいえー、低単価のものを売って、えー、買っていただくためにはあ、やっぱりね、誰でもできるんだけども、なかなかきっかけなくてつかめないよっていうふうなね、ものすごくハードルの低いもの、ちょっとしたきっかけでできるものをお伝えしていくってことになります。そのために自己アフィリエイトと転売があると思ってください。まあ、転売というよりも、転売の一番最初のフェーズでね、不要品販売ですよね。何も仕入れずに身の回りのものをね、例えば私のホテルに泊まるとこうやってね、ちっちゃいボックスティッシュを必ずね、もう取ってくるんですけども、 これすごく便利なんですよ。デスクの上にあるとね。このサイズのティッシュと、まあ、いつもの大きいサイズのティッシュとあると、大きいサイズのティッシュって買えるじゃないですか。でも、このちっちゃいサイズのティッシュをホテルからね、こう、ちょろまかしてきて、えー、自宅で使うみたいなことをするんですけども、実はね、ホテルのこういったアメニティって結構ね、たまるんですよ。歯ブラシとか、シャンプーのこういった小ボトルとかね、そういうのを集めて販売するっていう方法もあります。これ売れるんですよ、実は。あのー、中古引き取りショップに行っても売れるんですよ。なんかまとめてね、30本で50円とかで売れるんですよ。 まあ、30本まとめて50円っていうのをやれってわけじゃないですよ。まあ、そのぐらい、実は身の回りにあってねあ、こんなもん売れるのかなってものが結構売れたりするんですよね。ちょっとね、グレーな例なんですけども、SD カードってあるじゃないですか。SD カードね。これ何が入ってるかわからないけど、2980円みたいなタイトルで売ってる人もいるんですよ。この何が入ってるかわからないけどってのがすごいでしょ。うん、だからこれはね、買う人が、もしかしたらね、非合法な、なんか、データが入ってるんじゃないかみたいなことを期待して買うんですけども、 別に犬の写真とかが入ってたりするわけなんですよ。<laughs> そんなね、ちょっとなんかよくわかんない売り方してる人もいるんですけども、あの、いらないものを売る方法ってのは結構あるんですよ。もちろん今みたいな、ちょっと半分人を騙すようなものは、あの、私はお勧めしないですよ。でも使わなくなった SD カードを、例えば5枚まとめて1000円とかで売れちゃったりするわけですよ。人っていうのは、ある一時期はものすごく一生懸命取り組んでたんだけども、熱が冷めてもうやらなくなったものってあるんですよね。例えばマージャンパイとか、トランプとか、 将棋の将棋盤とかねいろいろあると思うんですけどそういうものが結構売れたりするんですよ。そういうふうに身の回りのいらないものをメルカリとかねヤフオクとかに出して売ってみるっていうことで最初の売り上げを作るその体験を教室で皆さんにシェアするとかねそれこそ参加費500円で不用品転売で儲けちゃいましょうっていうのとかね売り上げ3000円を上げるまでは私が 無料で教えてていいいきますみたいなこととをやっていくとか、ねえー、自己アフィレート教室でもいいですよ。自己アフィレートで売り上げが私は3万円上がるまでもう徹底的にサポートしますと。で早い方はセミナー中に最初の講義中に売り上げの3万円上げて卒業になりますよみたいな感じでしていくんですよね。そこに参加費を設定するとかもしくは低価格にしていくってことですよね。まあ、低価格っていうかね、無料か。 無料でやるのか、それとも会場費だけ500円持ち寄りでとかね、えー、あとはなんかコーヒー代1000円お持ちくださいみたいなね、プラスカンパですみたいな形でやって、ちょっとね、あの、ほわーっとね、あの、公民館とか近くの会議室借りて、ゆるーく始めていくと。で、そこでですね、最初から人は集まんないと思いますけども、これまたね、別の方法でお伝えしますけども、誰も来なくてもいいんですよ。 はっっきり言って。誰も来なくても自分一人で講義をしてそのところを動画で撮ってその動画をアップロードするって形もありますそうすると誰も来てない会場なのに誰も来てないから誰も来てないってことがバレないんですよだからそれを第1回にしてそれを繰り返していって誰も来ないセミナーを10回やっても11回目ですって次行けるんですよねそしたらあなんか実績があるセミナーんじゃないかなと思ってだんだん人は来ますからね で、しかも、あのー、前、まあ、に、誰も来ないところで講義してても、講義の動画ってのはコンテンツは作れるわけですよ。ですから、その時にはコンテンツを作るために自分はやってきたんだっていう形で、えー、そういうふうに思ってですね、コンテンツ作って、動画をアップロードするみたいなことをやればいいんですよね。まあ、そうすると、それも無駄にならないと。うんもっと言えばですね。 それを非公開にしておいて一部公開にしておいて最初の5分だけ公開にしておくとかね最初の20分だけ公開にしておいて残りの40分は非公開にしていくみたいな1時間のセミナーを後半が見たい方はあお振り込みくださいみたいにしておくとかね後半が見たい方はこちらの LINE アットに登録してくださいみたいな形にしておくとかっていうのでしっかりと自分のファンをね囲っていくっていう方法もありますしセミナーに参加した方には過去のセミナー動画を全部プレゼントしますよってことで総額総額でない えと総時間総動画時間20時間をプレゼントとか言ってね金額にしてこれはあの39万8千円分ですよとか言ってその辺は金額とかは、まあ、あのまた別の設定のね相談であのつけていきますけどもあこれだったらあのセミナー参加してもいいかなみたいな特典の付け方っていうのもありますんでねそれをやっていただくってこともあります。でそういうふうにして低価格の、えー、自己アフィリエイトの方法とかね、えー、それから不用品販売の方法とかっていうので、えー、まずねお客さんとのアプローチ えのを掴んだらそしたらあそういう方に対して何回も何回もサポートしていって20万30万が売れるような土壌を作っていくってことなんですよ。これに 3ヶ月とかか半年かければ、OK、ですそしたら1年以内に5人ぐらいの方に対して20万30万のコンテンツが売れるでしょって話になるんですよ。そのコンテンツは何かっていうと、例えばね、ミスターマイアミ塾みたいな感じでスタートしていくとか、副業チャンネルみたいな感じでまとめていくとかねで、インターネットのあらゆるノウハウを皆さんにお伝えしますよみたいな感じとかね、そういう風にやっていくわけなんですよ。で、そこも運営の仕方は2種類あって、1つは自分のコンテンツ、自分のカリキュラムを順番にやらしていくっていう風うな強制送り込みシステムですね。これが おおむね今インターネットビジネスの世界で情報販売の世界で流行ってるものですもう一つはですね私がやってるみたいにその方が求めたものをその方のためにいちいち作っていくって形ですよねでワントゥーワンでやっていくんで 1>, 1人の人から相談の動画があったら返信の動画を上げていくっていうのが一つのポイントそして1人の方が自分の資産運用どうすればいいですかって言ったらその人の資産をずっとね解析して最もベストな形にこうやって割り振っていくみたいな感じですよねそういうふうにマントーマンでやっていくっていうのは手間がかかりますけどもファンが離れにくいですこういうふうにしていくのが私はあ今のところはね今はねあの好きだなと思いますけども最初は強制送り込みコンテンツシス,システムだったんで脱落者が多かったです ただあの,ー、あのものすごくやる方っていうのはすぐに結果出しましたねだから、ね、二極化っていうか両極端になるんですよ、うん、まあこれもねまた別のところで細かくお話していきましょうでプラスですねファンクル教室とかあスマホ教室みたいな感じで あ,のまあ、あっさりとね、裾の広く人を集めていくっていう形があります。そして人を集めて低価格のものが売れるかどうか試して、低価格のものが売れたら今度は20万、30万みたいなのを売っていくっていう形でね、骨組みを作っていけば、1年以内に月収100万の月っていうのは出てくると思います。まあ、この方法が一番あ最短距離でいいと思います。しかもね、自分の労力もそんなにかかんないんですよ。そんなにかかんないって言っても大変ですよ。そんなにかかんないって言っても、つまようじこうやって加えながら簡単にできるってもんではないです。しっかりと ビジネス本業だと思って取り組まないとできないです。自分がプロと思ってやらないとできてダメですね。本業はこっちにあって、そして土日だけこれをやるんだみたいな、そんな浮っついた気持ちでやっていたら、やっぱりね、あの商品を受け取ってくださる方はいないですよね。やっぱりね、自分に誠心誠意、全力を傾けてくださると思うからついてくるわけなんですよね。で、正直にぶち当たっていくからついてくるんですよ。そこをね、やっぱり忘れちゃいけないのと、やっぱりねあの、人はね、自分の都合で嘘をつくわけなんですよ。 うーんだからそうならないようにしないといけないですよね。今、あのなんですかね日本ではね N 国党の立花隆さんという人が本当に正直にやってるんですよ。正直にやってるから批判もあぶれるんですけどもファンがね、ついたら離れないです。で、アンチが今、どん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 ファンに変わってる時期なんですよ。これはすごいなと思います。で、正直にやると結局は、あの一番いい形になりますよね。失敗しても、なんかこう、やられてもね。 正直が好きなファンが盛り立ててくれます。なぜなら人は正直に生きることがどれだけ難しいかってことを知ってるんで正直に生きる人のことを応援したいんですよね。特に恵まれてない人とか庶民とか搾取されてる立場我々国民のね本当に力のないものっていうのは本当にそういうヒーローが自分たちの仲間から出てくるのを待ってるんですよ。だから正直に生きること誠実に生きることが最もファンを作るためのこうね要素になってきます。 ですねミスターマヤンさんはそこにもね素養があると私は思ってますね、うん、で多分ね私のそこの速可塾 っていうのに今でも放送を見てくださる方っていうのはそういうところも込みで私のことをね見てくださるんだと思うんですよね。だから私もこれからもね後ろめたくないようなその人生も送らないといけないしいいことも悪いことも等身大で発信していこうという気持ちは変わりません。はい。えー、次ですねブログ量産の話でございます。まだまだ長くなりましたすいませんね。30分ぐらいになりそうですね。相場解説ができないですね。なかなか <laughs> まあいいですね <laughs> あ。もうちょっとお話し,します。あと10分ぐらい話し,しますね。えと、ー、ブログ量産なんですけども確かに私がやっていった2013年から2015年6年っていうのはブログ量 量産が通用した年でありますけども量産から分かるんですけども数たくさんやっていく中でだんだんあれこれ数量やってもダメなんじゃないかなこれからはってねやったからこそ分かってきたんですよやってない人ってのは今でもできますよみたいなこと言うと思いますけどもできないことはないけどむちゃくちゃ難しいです私がやった時期ってのは動画でアップロードして今でも YouTube 残ってると思いますけども 8ヶ月で月収100万円を超えたその2016年の動画っていうのは多分最後ぐらいだったと思いますその時に作ったのはあのブログの数っていうのがサイトの数っていうのは450だったと思うんですね450作って半年間で月収100万円を超えましたその時は確かにでも多分それやりながら来年は多分これ1000個作っても月収100万超えないかもしれないなと思いながら、まあ、追い込んでいったわけなんですよねだから私はブログ量産で 1>, あの1年以内に月収100万をねブログだけで超えた最後の人種だと思いますねそれからはものすごく難しいですグーグルのアルゴリズムも変更になりましたし何よりもグーグルがねロボットを作り出してアフィリエーターが作った素晴らしい仕組みをグーグルのロボットがコピーしてグーグル社がそういったサイトを量産するようになったんでアフィリエーターがねうまい方法を作れば作るほどどん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 グーグルが強化されていってアフィリエーターを淘汰されるみたいな仕組みをアフィリエーター自身が作っちゃったんですよね まあ当然ですよね人間が考えた素晴らしい仕組みっていうのはすぐにコピーされてロボット化されちゃうわけですからあの上手なものができればできるほど人間の